はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。あ、これちなみに速度変えられるんで、ドラゴンクエスト3ですね、バラモス城行きたいと思います。バラモスどうなんだろうね、このレベルで行けるかって言われたらちょっと怪しいんだけど、まあとりあえず探索はしよう。正面から乗り込んでよ。正面が正解ルートじゃなかったと思うけど、あんまり探索をしたことがないからな。強そう。あ、で盗賊はね、炎のブーメラン交換して炎のブーメランになってます。ゲー、呪文が効くか効かねえ。動く石像にしか効かなかった。しかもラリホ寝てる。火炎敵が強い。これは結構やばくないか。デビルマージ減らすか。動く石像はまあ多分単体攻撃、火力が痛そうだけど。うえ、マヒャドこれ総量落ちるんじゃん。あ、落ちてないわ。てか一戦一戦がやばい。たまたま盗賊に当たったからよかったものを。いや、動く石像マジで硬えわ。1600と経験値もすげえな。ただ人々17、ちょっともう満タンにしよう。ベホマが欲しい。死体がいる。ここの元々の城主かな。レビラーもかけよう。あ、ここにあるわ、小さなメダル。ここは小さなメダルだけか。まあ、来てはよかった。あー、稲妻の剣使おう。炎のブーメランは鋼の鞭よりは攻撃力ちょっとだけね、2とか強いから、いわゆる鋼の鞭が全体攻撃になった感じ。まあダメージは通るよね。結構賢者もね、攻撃に参加できるっていうのが結構いいんだよね。僧侶もゾンビキラー買ってあげれば火力にはなるかな。勇者もレベルアップした。よし、マジックパワー、ライデイン。ここでライデインか。だったら稲妻の剣。ライデインってどれだけ当たるんだ。バーギマン効かなそうだけど、乱数がすげえな。うわ、落ちた。帰ろう。効かね、効かないのもあるのか。いや、ちょっとあれかな、世界中の葉使っちゃうか。別に割とすぐ取りに行けるし、探索だからね。バラモス手前までもし行ければ行って帰って、もう一回整えよう戦力。地獄の騎士普通に出てくんな。ライエリンがね、単体だからね、ドラクエ3は。作品によっては複数のグループとかあったと思うけど。しびれた、キアリク。あれ、これしびれて動く前にやれば自分動けんだ。で、ここに来て、ここか。あの上ってどこに出てくんだ。ここに出てくるんだよ。こっちは？あ、なんもねえ。じゃあやっぱ右の方から行かなきゃいけないのか。裏手から入る。正面はマジでな。おおい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 、これはこれはよ、ホロゴーストはマジで無視してアサシンだわ。で、稲妻毒針がないんだよな。B は逃げなかった。よし、 B が逃げてないんだったら OKOKOK。 ダメだ、配信。てか急所させ盗賊。逃げたか。夢があるよな、はぐれみたい。ホロゴーストがとにかく気にしなくていい。まあヒャダルコとか使ってくるけどさ、っていうのが良かったけど倒せなかった。裏手の危険感から入るか。汚
ッチンから。あ、これ何これ。あ、こっちか。で、じゃあこういうとこってさ、あ、宝はないね。よしよしよし。気にしなくて済むの。これってトラマナってさ、どうなの？こっち当たる？あ、当たんないわ。下か上か。下から行こう。え、なんかこれもさ、怪しいよね。ループしそう。ここは意味ない。あ、3個あんのか。宝箱かな。マップごとだからね。ライオンヘッド。ここはもう当然炎のブーメランにして、で作戦ガンガンに戻す。勇者攻撃。あんまりイオラが通らないかんな。ベイギラマー、全体の火力がやっぱりきついよね。複数体で撃ってくるかんな。僧侶の火力が少ない。ちょっと見せ売り最強は揃えておく。いまだにぬいぐるみ着てっかんな。1,2,3 か。そういうことね。あそこに行きたいな。じゃあん、なんか進んでるっぽいけど。あー、でここか。まあ、そしたら行ってないところに行けばあそこの宝箱にはたどり着けると。こいつなんだ。あ、1個あるね。あるね。いくつ食らう？てか普通にトラマナかけりゃよかった。小さなメダル。こいつらはメダル集めてんのか。トラマナってだっていくつ？ 2 か。ケチった俺が。バカだった。動く石像。稲妻の剣聞くっけ。なんか聞いたり聞かなかったりって感じだったな。バギモンは聞いてたよね。なぜか知んないけど。結構乱数が。聞かなかった。稲妻の剣。2体。まあ、2体入ってくれれば。痛恨食らうのが勘弁だからな。いや、硬い。マジ硬い。これでさすがに倒せるでしょう。動く石像3体でいくついく経験値。1300か。1000超えてくれるとね、マジで嬉しい。トラマナ。え、もうバラモス？ちょっと待って、帰ろう。結構早かったな。あの宝箱地帯だけちょっと確認したい。じゃあルートはもう分かったな。勇者攻撃だな。数を減らしておこう。こいつらも、うおー、マジか。効かねえ。さすが魔法耐性あるな。火炎、これ連、火炎とさ、マヒャと連発されるとマジきつい。メラミも使ってくんのかよ。はは、まあ攻撃されなかったって考えれば、真ん中2体倒したかんね。効かない。なりほう。よし、勇者がまあ眠んなければ一緒。意外に勝てえな。しかも回復しまくったから僧侶のマジックパーが全然ないんだけど。でまた回復したいしね。トラマナ、トラマナ覚えてなかったらきついよね。え、ここさ、じゃあ魔法使いいなかったらかなり大変じゃん。宝箱3つはどうしても回収したいです。てかはぐれメタル倒したいです。会心の一撃出すんだったら武闘家がいた方がね。あれ、これ下行くとどこ行くんだっけ。あ、これここか。だからこれこっちで、あの階段を降りて宝箱3つ地帯か。
マジノーノ、これ呪われてなかったっけ。祈りの指輪ここにもあるんだ。それは助かる。まあ来てよかったよね。不幸の兜とか変なもんばっか入ってんな。魔人の斧ってでも戦士しか装備できないか。ミスか会心かっていうそんな感じだったよね。金は1万円か。まあ預けてあるからね、大半を。最悪死んでもいいや。バラモスに挑むだけ挑んで、ちょっと実力を試そう。バラモスもなんかマヒャロとか普通に唱えてきてた気がするんだよな。なんか敵が全然出てこない。ハグデメタルは2回出てきたけど、ヒットポイントいくつだったっけ。トラマナかけて、僧侶のマジックパワーが少なすぎるから回復が全然おぼつかないんだよな。世界中の歯もないし。これ下のかなんかある。ない。ここもかよなんてせこいところにいるんだお前。ついにここまで来たか。盗賊よ。もう勇者なんて眼中にないんだな。で、一応全員命令させるにして、攻撃、ちょっと雷電唱えてみよう。敵一人に稲妻。そうだよね。スクルトって意味ある？まあ、一応ルカにも唱えておこう。中国弱い。まあ、一回だけあげとこう。ヨナズにも唱えてくんのかよ。マジかよ。痛い、90。スクルト意味あるわ。200下げた。ライレイン80。殴った方がいいな。待って待って待って、自分僧侶はまあまだ大丈夫か。85。やばいね、強っ。やばくね格が違うんだけど、バラモスとか太刀打ちできねえわこれ。メラゾーマとかやべえ、異常なんだけど。メダパに最後全員死んで勇者が混乱するかと。無理だこれ、絶対無理じゃん。全然無理だはぐれメタル狩りするしかないか。不甲斐ない、本当に不甲斐ないです。申し訳ないです。ちょっと世界樹の葉は回収しておこう。ちょっと装備を見つめ直そう。魔法の鎧を賢者に装備させるか。ドラゴンシールドは大丈夫。黒ずきん、鉄仮面、魔法の鎧だな。多分賢者は魔法の鎧がいいと思う。なんか売ればいけそうだな。適当になんか売るか。なんかもうパワーベルトとかこういうのいらない。金のくちばしとかいらない気がするんだけどな。あ、魔法の盾がなんか2つ余ってんな。パーティードレス高っ。鉄の鎧5700円。じゃ魔法の鎧買おう。あれいくら。5800円か。じゃあそれこそまた適当なものこれでいいや。魔法の鎧を賢者、ぬいぐるみだったか、そういえば賢者初披露。ちょっとダメージ軽減があるんだったら魔法の鎧とかの方がいいかもしんないな。僧侶はもう魔法の鎧、魔法の盾になってんのか。でドラゴンシールド、ドラゴンシールドが何を軽減してくれるか。盗賊だな。ちょっとあとどこ、スーってなんかいいの売ってたっけ。ダメだ、これがもうほぼほぼ最強だ。わかんないけど店見る限りは。盗賊の炎のブーメランっていうのがちょっとな弱いんだよな、やっぱり。すばしっこいから豪傑に変えるか。ちょっと勇者火力でいこう。
豪傑の腕輪を取り戻そう。どこだ、豪傑、豪傑あった。これでちょっとデベラゲします。目標勇者30かな。じゃあ3レベル上げます。結構大変だと思うけど。それではバラモスリベンジ、勇者一応31になりました。で僧侶が30レベルになってベホマを覚えたんで、これでだいぶ楽になるでしょう。で盗賊はやっぱり炎のブーメランが一番強いっぽいので、武器は炎のブーメランでいきます。で勇者は、刃の鎧の方が防御力は高いんだけど、ちょっと呪文とか耐性とか考えて魔法の鎧にしてみました。で、賢者も魔法の鎧、魔法の盾、僧侶も魔法の鎧、魔法の盾という感じになってます。ちょっとこれでいけっかな。何度来てもいいんだ、優しいなバルモス様。盗賊攻撃しよう。でも最初イオナズンだからな、どうしようかな。防御するのありだよね。一応なんかね、行動パターンは決まってるみたいなんで、あ、めちゃくちゃ抑えられんなダメージで。攻撃攻撃、ただバイキルトはかけておきたい。魔法カンタかけるのあれじゃないか。そういえば返せんのかな。回復は常にしておきたいので、まあベホイミでいいでしょとりあえずは。あ、ルカにかけるの忘れた。激しい炎がマジどうにもならんな、これ。全部防御してもしょうがねえしな。死んでるし、完全に。賢者ちゃん死んじゃったよ、もう。攻撃。ベホマ。メラゾーマ、僧侶1。あぶねえ。やっぱ盗賊ダメだな。ちょっとやることがない。防御しよう。スクルトはかけておくべきだな。でルカにもかけておこう。メダパに効かない。よしよし、200下げた。240。これでなんとかする。これで盗賊いくつ当たる。魔法カンタ意味あるかどうかわからん。とりあえずかけておくだけかけておこう。バシルーラ、まあ、効かん。よし、これ攻撃はだいぶ食らわないな。まず60当たれば上々か。で攻撃攻撃、賢者マジどうしよう。盗賊に一応バイキュートかけるか。で勇者を一応回復させとこう。オキベホマダメだ。まあいいや、ちょっとでも回復した。激しい炎めちゃくなんだよな。90とか。いったい死んだ。そこからちょっと待ってね。なんか魔法カンタって自分のやつ跳ね返っちゃう。薬草使おう。でベホイムで勇者だな。イオナズンは返せるはずだから、メラゾマも返せる。勇者に来たか。でベホイミ勇者150、いいね。メダパニ、もう全然イオナズン唱えてこねえじゃん。でザオラル覚えてるか、一応使ってみよう。バシルーラ効かない。そりゃそうでしょ。蘇れ。生き返らない。生き返らないっていうのがイカれてるよな。激しい炎、ザオダル生き返ったけど、生き返ったけどだよな。これ自分回復すんのか。ちょっとベホマベホマでいこう。早い。あ、1回で消えるか、魔法カンタって数ターンで消えるか、それとも。でベホイミ盗賊、僧侶はベホマで勇者、どっちが早い。ベホイミが早い。勇者攻撃した。メラゾーマったら勇者かよ。あ
しょうがない。回復しながらザオラル、ザオリクやればな、だいぶ違うんだけどな。まあ100、うおー終わった飛ばされたわ。ザオラル蘇れ、蘇ったけど激しい炎を耐えられるか。耐えられる。一応勇者自分自身の別本意味覚えてるからな。ちょっと待って、賢者の悪徳、こいつはあれないんだ。盗賊攻撃、じゃあ自分も、自分早い。でアゾマ誰か死ぬ、勇者が死んだか。盗賊も早いからな、なんとかこれで耐えてくれ。メダパニはよし、オッケー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 、大丈夫。盗賊のヒットポイントをとにかく回復させよう。バシルーラ、あこれ回復は返してくれんな。で自分はもうほぼほぼ回復してるから、やることはザオラルにかけるか。30、まあまあまあよし、生き返った。ただバイキルドが消えてるからな。ベホミももうあと1回くらいしか使えない。あと2回使えるか。激しい炎耐え、いや耐えたよし。攻撃が2回いけんない、こっから押そう。もうこれは押しきる。よし倒した、バラモス討伐。誰か1人いなくなってるけど、2万とかめちゃくちゃ経験値持ってんな。いや強い、普通に強いわ。勇者レベル上がんねえし。メダパニ、おのれ盗賊わしは諦めるぞ。盗賊にめちゃくちゃやられてんな、この世界。粉々に砕け散ったんだけど。お、回復した。私の声が聞こえますね。本当によく頑張りました。お帰りなさい。あー自動的に帰らされた言って、別にちょっと3人になってるよ、かわいそうにこいつら3人で倒したんだって思われるよ。僧侶かわいそうすぎんだけど、ちょっと連れてきてあげよう、せめて。君も頑張ったよ、俺はちゃんと分かっている。おおいいダメだ僧侶、君には功績が称えられない。しかも終わってるし、歓迎会みたいなのは。じゃあ王様に会いに行きますか、3人で。しょうがないよね、だってバラモスを倒したオルテガの息子。こいつらラッパなんて持ってんだ。まあ宴用に多分持ってたんだろうな。かわいそうだ、これで勇者とか倒せばいいのにね。なんで兵士だけ倒すんだろう。まあ見せしめ的な感じかな。少し驚かせた、やっぱ驚かせるのが目的だったのか。ゾーマ、闇の世界を支配する。わしがいる限りやがてこの世界も闇に閉ざされる。苦しむ悩むがよい、そなたの苦しみはわしの喜び。ゾーマ、わはは、まあ、楽しいんだろうな、だからこういうことして。ゾーマも一応こういう楽しみのために生きている。やっと平和が取り戻せると思った。闇の世界が来る。ゾーマのことは内密に。疲れた、俺も疲れたよ、バラモスと戦って。僧侶はルイータの酒場で待ってるし、今度こそ迎えに行こう。ちなみにさ、じゃあどこ行くのってなった時にさ、誰から話聞くんだ。
武闘家盗賊僧侶連れて冒険した。結構特殊なメンバーだな。まあ、ただバラモス城行った時にまああれなんだっていうところはあったからな。寝れないんだけど。じゃあ闇の世界へ行きましょうってなって、アッサラムが大体一番近いからね。バラモス城イシスの方が近いかな。まあ、どっちもどっちかで全然気にしてなかったけど、あれここなんだとはなるよね。ここで降りられない。ちょっと難しいんだけど。ちょ待って待って待って、兵士大変だ。ものすごい地響きがしてひび割れが走った。巨大なものがこの大穴を通っていた。相棒落ちたのか。ちなみにアイテムはない。まあなければ別にって感じだよね。おお、めちゃくちゃすげえ力だな。なんでこれ勇者倒せなかったの。3個。え、あんなとこにあんの。力の種か。まあまあまあ、ラックの種、種ばっかだな。またお客さん、上の世界からやってきた。闇の世界アレフガルド、東に行くとラダトーム。船なら自由に使っていって。めちゃくちゃ太っ腹だな。あれない。どこだ。じゃあ、え、あと何個。あれあと1個あるよね。向こうの方か。船に乗って、じゃあすぐ出るわけじゃないんだ。じゃここら辺だな多分。こんなん分からんよマジで。オリデン、小さなメダル。しかもでは来ました。町しかない。ラダトーム、何が売ってる。天使のドラゴンメール。あ、三日神の盾売ってんじゃん。あ、ミスリルヘルム売ってんじゃん。たっけえけど。バルモスを倒したゾーマの手下の一人に過ぎない。なんでそんなこと知ってんの。我らの祖先はギアガの大穴を抜け、この地に移り住んだ。この地に移り住んだんだ。アレフガルド、閉じられた闇の世界、ただ絶望があるだけ。あと2つ。あそこに行こうか。北の洞窟、すべてのものを拒む底なしのひび割れ。魔王の爪痕、魔王がこの世界に現れた時にできた。てか魔王、ゾーマどっから来たの、そもそも。え、ここ、お前邪魔だ。待って、不思議な木なの。あとはここにはないな。苦しい、お腹が苦しい。魔王は絶望をすすり憎しみを喰らい、悲しみの涙で喉を潤す。魔王に飼われているようなもの。ラダトームのお城があります。小さなメダルがあります。あとこの花壇なんかありそうだよね。いや、どっちだ。何ない。一応上行くか、ま、これはもうこことここ。命の木の実、命の指輪は生命の源。あ、歩くだけで体力が回復するでしょう。特に何にもない。え、じゃあどこ。一応もう一回こう。じゃあ上の方。ここもないっしょ。あ、全部取った。あ、もうないか。このガキ、呪いを解く勉強している。魔法使いになってレベル上げればしゃなく覚えるからね。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。
海運、甘えん坊、宝はない。じゃあダダトムジョ行こう。この先、ちなみにここは宝はない。もう常に宝だからな。ダダトムにようこそ。4個、結構あんな。あそこにそもそも3つあんのか。魔王が奪って隠してしまった。空っぽ。へえ、これはあの個数に含まれてる。含まれてんじゃねえかよ。宝の匂いがするとか言って、どっから空っぽなのになんで匂いしたんだよ。ルビス様が作った呪いによって封じ込められた。じゃあと多分ここだな。まあそうだね。小さなメダル、台所。え、これなんか意味ある。あっちゾーマを倒すなのバディ夢物語。え、王者の剣、光の色、勇者の盾。ああ、あの3つがあったんだ、多分あそこの宝箱に。じゃあちょっと先に王様に会うっていうか、まあ上も登るか。キラーン、パンツ。ちょいちょいパンツあるよな。勇者様、多くの勇者様。勇者の定義がわからん。ギアガの大穴に戻って報告しないと。こいつか、相棒。まあ生きててよかった、引けねえし。オオカミさん、おちょ待て。ではでは上に登りますか。あれ、こいつは話したっけ。朝が来ると信じている。海を挟んで見えるのが大魔王の城。ダルツ王。あれ、そもそもない。マイラの村に妖精の笛がある。勇者ラララ。東の大陸にマイラ。船があるなら西の海を抜けて大陸沿いに南から回っていく。あまたの勇者が大魔王を倒さんと旅に出た。帰ってきた者はおらん。あ、オルテガさえも。オルテガの世話をした。ひどい火傷をしてお城の外に倒れていた。記憶をなくしていた。自分の名前以外わからなかった。見ない顔だな。そなたも上から来たか。ラルス。絶望しか存在しない。希望をもたらしてくれるということなら待つことにしよう。というわけで、じゃあ記録して、終わりにしますか。無事ゾーマも倒してアレフガルドにやってきたところになります。では次回からはアレフガルドですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。